なぎなたほは、祇園祭り先祭りのほ巡行の順番が決まっている、くじ取らずで、ね、山ぼこの中で唯一、生地号を乗せ巡行の先頭に立つ。下行区市場からすま東いるなぎなたほ町に位置する。なぎなたほは、名の通り、ほ頭になぎなたをつけ、薬病を払う役割を持つ。現在も生地号を乗せる、唯一のほである。このほは二0二0年現在も、 女人金星をとっている。王人の乱以前から、名がある鉾である。山鉾の中で最も早く創建され、その時期は、柿津元年であるとも、それより古いともいう。八坂神社に最も近いところにあったことなどから、くじ取り式が始まった、明王九年から現在に至るまで、常に巡行一番を務めてきた。鉾頭に、幼極、小談屋で知られる。 平安時代の名工、三条章丹や宗地下の作の薙刀を建てたことから、薙刀鉾の名があるという。伝説によれば、宗地下が娘の病気平与を祈って、擬音社に奉納した薙刀という。ハフカイルマタには、章丹や宗地下が真剣を作る姿の彫刻が取り付けられている。その後、大英二年に三条長吉が作った薙刀に取り替えられた。 遠方三年に、泉守来金道の作ったものを用いるようになった。しかし、神剣では、重量があって危険であることなどから、天保八年より、竹製に鈴白を押した模造が用いられている。薙刀の正面が、八坂神社や御所に向かないよう、南向きにつけられている。天皇座には、鎌倉時代初期の武士、泉小次郎親孝の人形が祀られている。泉親孝は、 源の頼家の維持を報じて、北条氏だ党の兵を挙げた人物であるが、朝比奈義秀と並ぶ、強力無双の勇士であったとする伝説が付与された。薙刀鉾に伝わる伝承によれば、親孔は、祇園社に、宗地下が収めた薙刀を梱包して愛用したが、様々に不思議なことがあったために、神仏を渡しすることの火を悟って返納したという。かつて、祇園祭りの鉾には、 チゴが乗っていたが、現在も実際のチゴが乗るのは、なぎなたほこのみとなっている。ありがとうございます。